さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、7月の14日、12時49分、日本時間の日付と時刻です。大谷選手へのメッセージで、ピッチャーしましょう。ドジャースの投手陣が崩壊している状況、グラスノー選手が、まあ、腰の張りの状態で、まあ、後半戦に備えて、まあ、一旦休ませようという形ですね。故障者リストで。まあ、冷静な判断だと思いますよ。体の各部分、ちょっと痛みが出始めた時に、すぐに、休み入れる、これだと思います。やっぱり、人数揃えているっていうところはそういうところで、で、今ね、大谷選手が、そのバッティングに専念して、例えば、年間本塁打、50本以上、盗塁の数が、40とか、そういったところを狙ってるっていうのはわかります。史上初っていうところで。まあ、注目度うんぬんとか、こう、まあ、いろんな人たちへの、まあ、野球界の盛り上げとして、まあそういう部分をチャレンジしてるっていうのはわかるんですけども、やっぱりチーム事情っていうのがありますから、あと、そのバッティングしていてね、まあ僕は言ったりこう伝えたりとかして、まあ修正されていましたけども、やっぱり僕の理論で合ってると思うんですよ。ピッチャーしてるからバッター心理がわかる。バッターをしてるからピッチャー心理がわかる。これだと思うんですよ。だからそのホームラン打った後に、ロカツのことだったと思うんですけども、ホームラン打った後、第一打席に。その後、次の打席は、三振じゃなかったんですけども、第三打席、第四打席だったと思うんですけども、三振になってるんですね。だからこれピッチャーしていたらどうかって言ったら、まあ相手選手の情報とかを見て、どんなボールを投げるかチョイスするわけじゃないですか。で、調子の良い選手に、やっぱりストライクゾーン投げ込みにくいんですよ。で、今日の試合も、速報でね、ゴールデンエイジっていう動画で確認したんですけども、まあ、ヒットも打って、盗塁もできてって、フォアボールも確かあったような気がするんですけども、その前いいんですけども、7回なんですよ。空振り。点数差を考えたときに、外角の落ちていくボールを、まあ、振らされてるんですけども、まあ、相手ピッチャーが、まあ、三振狙いで、投げてきたボール。これ、ピッチャーしてたら、相手ピッチャーの心理分かるはずなんですよ。特に得点差で、フィリーズが、リードしてるわけじゃないですか。で、あんまり大した得点差がないわけじゃないですか。じゃあ、場面で、ピッチャーがストライクゾーンに、翔平に、投げれるかって言ったら、投げたくないんですよ。とにかくボール球振ってくれたら、儲け物。で、バッター心理もある程度分かってると思います。点数追いかけなきゃならない立場だから、打たなきゃならないっていう心理をついてきて、ボール球を振らせる。だから、もちろんね、バッターに専念することによって、ピッチャーした次の日、体に負担がうんぬんとか、わかりますよ、疲れ。だからこうしましょう。1試合50球でもいい。70球でもいい。それしましょう。もしくは中継ぎ抑えでもいい。僕は中学生の頃に、家帰ってからね、特別、まあ、タムネキン取りはしたりしてたんですけども、野球部の練習終わった後、特別筋トレとかしなかったんですよ。学校の先生、その監督に教えてもらってたことは、キャッチボールの時から、とにかく、全力で投げなさいと。まあ、ピッチャーの投げ方とか教えてもらったんですけども、まあ、守ってた守備練習とか、セカンドとかですよ。まあ、懸垂、中学2年生の時、学年2位の12回してから、練習試合でショートとかで出たりとかに、まあなってたんですけども、まあ、肩が強いっていうことで。これね、要するに、マウンドで全力投球してたら、足腰鍛えれるんですよ。だから余分な、その日、トレーニングとかしなかったらいいだけで、50球なり、自分の体の調子に合わせて、
まあ、これぐらいの球数だったら次の日のバッティングに差し支えないなっていうところで球数考えて投げたいんですよ。自分がピッチャーし始めたら、まだピッチャーし始めたら相手ピッチャーの心理が分かりますから、この点数でこの場面で多分相手は僕に対しては多分ボールダウンを振らせたいなって。なんかもう簡単。ゆるいボール投げてきたら、バット止めたらいい。だこの話を聞いたときに、相手ピッチャーがね、中途半端な曲がり方で、そのボールゾーンに行かないで、ストライクゾーンで収まるようなボールを扱えるピッチャーかどうか、その情報をあらかじめ相手ピッチャーの情報を調べておいて、それまたしたことない人だったら多分できない。大抵の人はできると思いますよ。メジャーリーグのプロのマウンドにいるっていうことは。これ簡単なんですよ。この間、翔平が、相手ピッチャーですごくね、実績のある、良いピッチャーの人のボール見て僕もびっくりしました。腰ぐらいの高さから、ワンバウンドしそうなボールを、投げ込んできて、まあ、翔平振らされてましたけども、対応策もさっき言った方法しかないと思うんですよ。あれどうしてもストライクゾーンに見えるでしょ。80センチもボール落ちるなんか思わないでしょ、なかなか。たまにそこまで落ちない時とかも結構そこそこあったりするわけじゃないですか。けど落差50センチあるだけでもう十二分に、そのボールとしては有効性の高いボールだと思うんですけども、あれ多分70センチから80センチ、一応ちょっと今訂正しましたけども、70センチか80センチ落ちてるでしょ。もうそれはあの高さからボール来られたら、多分ストライクゾーンの中を通過するような形でボールが来るなで多分翔平振っていってると思うんですね。それがワンバウンドするぐらいのところまで、するかしないかぐらいのところまでボール落ちていたから、空振りに、もちろんインコースでね、インコースの低めっていう、インコースのその最初来た時は腰の上ぐらいの高さなんですよ。そこがそこからワンバウンドしそうなボールまで落ちてるから、まあ振りに行ったと思うんですけども、あそこまで精度の高いピッチャーで良い成績上げてるピッチャーは精度高いんですよ。精度高いからほぼほぼボールになるんですよ。この理論でいいです。ボール緩かったらバット止めたったらいい。で、それで、そのピッチャーの進化がだんだん分かってきますから、全員で、全員野球、全員、もうどちらかその、バッター全員それ。全員でバット止めちゃうの。それで本当に、中途半端な曲がり方の方で、ストライクも本当に取れるピッチャーかどうか、見てあげたらいい。慣れてないとできないから。試合本番で。練習からしっかりとできてないと。これでもし投げ込まなかったら、そのピッチャーの能力、もう、崩し方も絶対わかります。崩すというか、もう打ち方。どうすればそのピッチャーから点取れるか、これ簡単にわかるんですよ。これね、プロの試合と高校野球の試合って、各バッターに、プロ野球の世界って、まあ、その日その日でバッターの調子とか、その時の調子があるから、やっぱりある程度こうバッターに任せたりとかありますけども、高校野球はかなり違うんですよ。やっぱり監督の指示とかでみんなでどうするかっていうことでトーナメント戦勝ちにいってるんですね。特に甲子園といえば、あの時の感覚でもう一回相手ピッチャーに、特に良いピッチャー、良い成績出してるピッチャー研究し尽くして、もう一回淡井さんの言う緩いボールを来た瞬間バット止めたらの方法一回してみて、本当に中途半端な同じような軌道でストライクボール取れるのかどうか、それ見てあげたらいいって。で、それ中途半端なストライク取りに来たら、その中途半端な曲がり方、打てる。で、また緩い変化球だから、捉えたらめちゃくちゃ飛ぶ。絶対これです。翔平がこの動画で、見て、チームの人に伝えてあげたらいい。
ああいう、ああいうもう、もうとんでもないあの変化球の使い手は、もう絶対この方、投げれたら投げれたで、投げ込ませ始めたら、今度途中からそれ狙ったらいい。で、相手ピッチャーが、バッターに対して、このバッターにはストレートで攻めていこうとか、そのデータがあるから。データの逆読み。今度は、その中途半端な、その変化球、投げにくいなとかいう状況で出てきたら、今度ストレート中心に組み立ててきたりするから、イニングごとに、もう将棋と同じ。どういう風に相手ピッチャーがどうチョイスしていくかって、将棋はちょっと今ピッチャーから離れすぎてるから、今多分将棋はピッチャーをするべき。それで相手ピッチャーの心理もう一回取り戻せるから。バッターボックスですぐ気づくから。僕がピッチャーだったら、翔平に対して、6月ね、あれだけホームランたくさん打って、で、他も、長打とか持っていて、フォアボールもあって、盗塁してって、明らかに調子のいい選手。僕も、今日のフィリーズのピッチャーの人のように、もうボール球を振ってくれたらいいって。それで、正直、ランナー出ても、まあいいんじゃないかなって。他のバッター打ち取りに行こうって。僕ならそうチョイスします。成績、打率とかがはっきり出てますから。今、明らかに危険なバッターは大谷選手なんですよ。相手ピッチャーからしたら。特にホームランがあるから。で、今日の試合なんか、ホームラン打たれたら、絶対同点にされるわけじゃないですか。やっぱりチームプレーとかもある。じゃあ、相手ピッチャーは、ああいう打も絶対チョイス。もう、8割方、7割以上の確率で、ああいうピッチ、ボールをチョイスするんですよ。な、もういい。50球でもいい。70球でもいい。もうなんなら中継ぎとか抑えとかで、まあ、球数制限。1試合でもう30球だけだとか。もうそれでいいから。絶対それだと肩壊すわけないから。その後筋トレとか、自分のその肩の調子に合わせての、筋力トレーニングを調整したらいいだけだから。筋力維持できる、できる。絶対できる。まあ、僕も体、まあ、ちょっとね、ここね、逆光になってね、ちょっと暗いから分かりづらいんですけども、まあ、ちょっとまあお腹に力入れたりしてますけども、筋肉そこそこついてるでしょ。ちょっとね、まあ、まだ細身ですけど、最近どうかな。そこそこね、一応体はちょっとは鍛えてるんです。で、あんまりこういう動画を公開するべきではないんですけども、だから体は、いや、河川の撮影とか行ってるから、1日本当に30キロ以上歩いたり平気でしてますから、2日連続で30キロ以上歩いて、しかも僕ね、裁判の訴訟とかしてるから、盗まれたら困るから、裁判用の書類とか、全部持って行ってるんですよ。背負ってる荷物めちゃくちゃ重たいんです。それでその距離歩いてるんですよ。だから体鍛えてなかったらあんな撮影無理なんですよ。特に夏場もう炎天下の中ですから、この間なんかできれば曇りの日の方が僕はいいんですけども、ちょっとねピッチャーした方がいいです。だから、今も体鍛えていて、あんまり僕もね、こう、懸垂とか15回、まあまあ、8回と7回に分けたりとかして、あと、両手で、2本の棒に、手を置きながら、こう、体重をかけての、腕立て伏せみたいな内容のものとか、したりしてますけども、ある程度の回数で止めてるんですよ。あんまりこれ、一気にたくさんすると、まあ他のトレーニングに差し支えがあるなだとか。で、まあ雨の日があるから、まあまあ腕の、筋肉のその、無理な負担とかにつながらないような形になってるっていう状況で、まあ自分の体のその調子に合わせて行えば、腕とか腰と
がないですから、だからもうピッチャーしましょう。その方がね、相乗効果あるはずですよ。相手心理、相手ピッチャーの心理、絶対そうだから。投げ込みたくない、あんな場面。2点リードを自分たちがしていて、バッター翔平がある、バッター翔平で今一番リーグ内でホームラン打ってる、その選手、しかも調子がいい、そこにストライクゾーン投げ込むかって言ったら、そりゃない。ないないない。いくらなんでもそれはチョイスしない。だから、その申告敬遠したらしたらで、今度、ドジャースの選手たちが打線爆発して、退場した試合もあったじゃないですか。基本的に、プロの場は勝負の場ですよって言ってる部分もあって、その辺のところの作用が働いたんだと思うんですけども、ただあの場面でストライクゾーンにボールを投げるかって言ったら、それは勝負の世界ではそれはそれでチョイスの仕方として違うと。申告敬遠は明らかに逃げですから、それはそれで違うと。ある程度は勝負しに行って、で、だから相手ピッチャーのあの勝負の仕方は、ボール球を振らせた人間の方がピッチャーは勝ちなんだよっていう勝負の仕方であって、ある程度それはまかり通ってるわけじゃないですか。だから選球眼が重要であって、ストライクゾーンどうこうとか、